最上大川漁協との打ち合わせに関しまして、次第にお答えをさせていただきます。まずはじめに出席者のご紹介を申し上げます。はい、次は、中川、まず私の担当でありますのは、水産課長の五十嵐です。大体の方には、水産事故士官の方です。私は技術戦略官の阿部と申します。では、回答があったと思うんですが、具体的な文言を教えていただけますか。はい、ですね、今日打ち合わせさせていただいた内容についてはですね、私どもが提出をお願いしている配慮の内容についてですね、漁協側の考え方をお話ししたいということでですね、説明してまいりました。その内容についてはですね、大変申し訳ありませんが、さまざまこれからいろいろ協議をする事項も踏まえておりますので、まずは漁協側から回答の考え方に説明があったというふうに今日はその補足までの説明をさせていただきたいと思います。よろしいですか。朝日新聞ですか。朝日新聞遠藤です。はい、その回答の内容っていうのは、午前中に受け取られて、で多少中での話し合いもあったと思うんですけども、県としては満足がいくものだったということですか。いや、それについてもですね、これから関係者といろいろ相談させていただくと同時にですね、漁協側からの考え方もですね、もう少し掘り下げてお聞きしたい点も踏まえておりますので、そういった点も含めてですね、現時点ではその内容を皆さんの前でお話しできる段階ではないということで、正式に内容が整いましたら、また改めてですね、皆さんにお話しできるようになるんではないかなと思います。今日はその書面でもらったわけですね。案文としてはいただいておりますので、それをですね、私どもいろいろ検討させていただくということとですね、繰り返しになりますが、漁協の方からもですね、ちょっと説明としてお聞きしなきゃいけない点もいくつかございましたので、そういった点も含めてですね、できるだけ早くですね、具体的な内容を出ましたら、きちんと検討してアドバイスなりですね、意見なりを申し上げさせていただきますということをかねてより漁協の方に伝えておりましたので、できるだけ早めに伝えていけるようにしていきたいなと思います。ある程度の情報はあったんですか。漁協側、それについてもですね、まだ全く仮定のお話ですので、それについてはこの場では差し控えさせていただこうかなと思います。仮定というのはどういう意味ですか。いただいたんですよね。はい、すでに物を漁協側からいただいたわけですよね。案としてはいただいておりますので、はい、それについてですね、まだお答えできるような段階ではないというのをご理解します。仮定というのは進行途中でですか。仮の定めのもの。そうです。進行途中で、はい、そう、具体的な個別な細かい中身までは必要はないと教えられないということだと思うんですが、その県側としてその継続的に協議することを望むという話が昨日の委員会の中でも、その後もお話はされてたと思うんですが、そういうニュアンスの意思というのは感じられるような中身だったんでしょうか。中身の件はいろいろあるんですけど、全体としてはですね、それも含まれるということで振り返っていただければなと思います。それっていうのは話し合いをやっていくということも含まれるというふうなことで振り返っています。漁協の方から話し合いをやっていくと、意向から取れる文言があってくる。そうです。山口新聞ですけども、ということは県側としては、その評価はこれからだとは思うんですが、はい、昨日までと比べた場合、その免許を与えられるという条件には一歩近づいたというような捉え方をしてよろしいでしょうか。それについてはですね、今までも皆さん取材なさっていることご存じだと思いますが、何度も漁協側とは話し合いをさせていただいておりますので、そういった中ではですね、まず同じような内容のやり取りはさせていただいておりますので、昨日の段階で
取り立てて急にですね、中身が全て変わったとか劇的に変わったというような内容ではないというようなことが言っています。私もずっとこれまでも教協のことですね、いろいろ話し合いがずっと困ってまいりましたので、そういったことを考えると急激に変わったという印象ではないというふうに思います。配慮について、はい、回答文章で、はい、回答が漁協から来たというのは今回が初めてということでよろしいでしょうか。ですね、正式な形でですね、漁協側の方ですね、県の求めているものに対して私たちは現時点でこのような考え方をしていますということでですね、お話しいただいたのはですね、初めてです。話をいただいたというのは文章でという意味、内容的にはいろいろあるんですが、文章をいただきながら補足で組合長からの話も聞いておりますので、そういったものも含みますと、今回が初めてということになると思います。すみません、今日の内容なんですけども、はい、今日はお三方で、漁協の方に行かれたということなんでしょうか。水産課長の井原氏は特別委員会を出席しておりますので、行ったのはですね、私と小泉と、あと課長さんの勝田という3人で行きました。で、漁協側は組合長さんだと、出席者はどういう、ですね、組合長とですね、副組合長、緒方理事、青木理事、阿部書記ですね。4名。はい。まあ、文書の5名ですね、組合長、副組合長、緒方さんは、5人ですね。金側が3名で、はい、漁協側が5名と、はい、それでまあ文書の内容は、まあ、詳細はということなんでしょうけども、まあ、会話の部分でどういったやり取りをされたんでしょうか。これからもですね、私どもとですね、話し合いをずっとやってきたということで、まあ、必要なことがあればですね、ぜひ、指導していただきたいというような話だったと思います。その話し合いやっていただきたいっていうようなお話も初めてですか、受けたの。そういうのは前からあったんですか。前からはずっと話してきておりますので、必ずしも漁協の方がですね、話し合いを全て拒んでたというわけではございません。それは尊重していただきたいと思います。確認なんですけども、はい、その話し合い、まあ、全体としてはその話し合いをやっていく意向も含まれるというお話でしたけれども、はい、その話し合いというのはそのダム建設の交渉の話し合いの場というふうに捉えていいんですか。それはですね、これからその中身は確認させていただきますが、多分いろんな記事、新聞の報道とかですね、そういうのをご覧になっているんですね。私どもが求めている攻撃っていうのはですね、昨日の部長が、許認可で冒頭発言した、具体的に申しますと、治水対策と漁業振興というのは2つの大きな攻撃があるということはですね、漁協さんの方も十分ご理解の上での発言だというふうに私自身は感じてまいりました。その話し合いというのはそのダム建設に限らずその広い意味での、そうですね、攻撃ということでですね、きちんと話し合いはやっていきたいということで健康感はさせていただいております。じゃあそのダム建設に関してその話し合いに応じるというようなところは今日は、今日はですね、文章の中でも入ってない。我々所管するのは今日は漁業権ということでございますので、ダム建設に関しては県土整備部が所管するということですね。そちらの話はしてはいない、文章にも入ってない。文章はですね、いろいろ関連するので入っている部分はあるんですけども、それについては県土整備部で所管する事項でございますので、我々が、コメントする内容ではないということで、その点については漁協の方にもお話を申し上げています。桜もテレビですけども、今後のスケジュールなんですけれども、はい、どういった流れになりますか。スケジュールについて分かっている、一般論でお話しさせていただきますが、これは漁人会でも一部話しさせていただいた内容と分かります。まずはですね、漁場計画に従って漁業権の申請が7月中に全て柔軟な漁協からいただいております。現在審査中とか調整中でございますので、これでですね、内水面の漁場管理委員会の方に、県として、どうぞ
こういうふうにしたいという、まあ、諮問を行うわけです。で漁場管理委員会のご意見をいただく、いわゆる答申になるんですが、それを受けましてですね、免許を与える側の、免許を出す側の知事が最終判断するというようなことになります。これは具体的に言って、あの漁場管理委員会は、はい、これはですね、漁場管理委員会、まだあの一部の委員の日程がまだつかめないところがありましてですね、できればあの早ければ今週中にですね、皆さんにあのあのいつもですね、漁場管理委員会というのは公開でやらせていただいておりますので、今回はこういうふうに皆さん興味があるということでございますので、報道各社の皆さんにはいつものルートと同じようにですね、お知らせさせていただきたいなと。すみません、NHK の金沢です。はい、まあ、一般的な流れはあの理解しましたが、はい、今回その話し合いを進めた中で、まあ、回答をあの精査して、例えばその委員会を目指して、はい、進めていくというお考えはあるんでしょうか。当然我々はあのそういう目的でですね、漁協のままとお話し合いさせていただいておりますので、当然それは当然のことです。この前のお話だとですね、そこが期限だというわけではないというような表現をされていらっしゃったかと思うんですけれども、はい、まあ、あくまでもでも今回はその委員会にかけられるように協議を進めていくということでいいですか。そうです。努力としてはですね、あとはまあ、漁場管理委員会、夏海の漁場管理委員会の委員の方たちにもお願いしなきゃいけないわけなんですが、これって年に何回も開いておりますので、それは必要な時その都度ですね、お願いして開催して開いていただいてご支援いただくというのをですね、実現できるということは前提になります。つまり今週末に予定されている、学習内に予定されている漁場管理委員会の後に仮に事態がですね、その段階でまだ事態が進んでいないと、やはりそのタイムリミットまでの微妙な時間の間に、執行所に進展があった場合は委員会を改めて開催して決議やることもできるので、そこについては別にその委員、今週末週内に決まる委員会がリミットではないという、そういう理解です。そうです。ちなみにですね、漁場管理委員会は今週中の開催、今週というのは明日になるんですけど、今週中の開催はないというね。その16漁協に関して先に委員会にかけて、小国川に関してはまた別日で組むことがありえるということですか。テクニック上はそういうこともあります。で、私どもとしてはぜひですね、一括して県としての考え方でですね、審議いただきたいっていうのは基本線として思っておりますので、今そういったことで一生懸命健康感をさせていただきたいということで、漁協のことを話し合いを続けています。今日の漁協側の提案を受けても、その17漁協のものを一括して審査するというところまではまだ明言できないということですか。そう、現時点ではそういうふうになります。で、改めてその小国川漁協に関して開く場合に、それは年内にという考えがあるのか、それとも実現するのかどうでしょうか。準備が整ったらいつでもやらせていただきたいと。現実的に、まあ、ただその皆さんの仕事納めとかあると思うんですけど、はい、それも含めても年内にやることも可能だということですか。それは可能です。で、これどういう前例があるかわからないんですけども、越年した場合っていうのは漁業権の扱いはどうなるんですか。宙に浮くんですか。それは分かるんですけど、今県がやろうとしていることって漁業権を取り上げるかもしれないっていうような今状態にあるわけですよね。いや、私どもはそういうことは言っておりません。まあ、言ってないかもしれないですけど、実現そうだと思うんですが、で、別に、まあ、小国川漁協の話に限らずですね、漁業権更新されずに越年した場合っていうのはどういう扱いになるんですかっていうのを一般論でお答えいただきます。一般論でですか。一般論で言いますと、漁業権自体は有限ですので、その時点で今の公演権は12月31日で、まあ、最終日というようなことは事実としてあります。切れた場合っていうのは、まあ、これまで小国川漁協が管理していた、例えばあそこの最上に小国川の川の、まあ、多分管理とかも漁業権に含むのかなと思うんですけども、
その辺での全部注意に向くんですか。川の管理と申しますと、あ、すみません、ちょっと何を指すのか分かんないんですけど、あの漁業権の権利が小国川漁業から一時的になくなることによって、はい、どういう事態が想定されるんですか。まあ、あの一般なんで申しますとね、あの漁業権がないから漁業していけないということはないと思います。ないですか。あ、そうです。独占的に漁業をするとなんか権利がなくなるっていう、その話ですよね。そうです。あ、誰でもできるようになるということですか。誰でもできます。ただし、あの県一本でですね、企業機関とか全ていろんな規則を持っておりますので、全てフリーでやれるということではないということも、これまた事実です。確か漁業調整規則の方が丈夫概念ですから、はい、あの漁協が免許を取り消されても乱獲とか期間外の漁業とかそういうことはできないわけですよ。そうですね。でただし、あのこれまであの資源量の少ないですね、あの河川はあの漁業の資源が少ないわけですから、あの漁協がですね、あの放流事業その他を営むことによって継続的に資源管理してきたという部分があると思うんですけれども、そういうこれまで漁協が果たしてきた社会的役割をこういう手続き論であの奪い取ってしまったことに関する批判もあるんですけれども、それについてはどう考えでしょうか。あくまでもですね、まあ、あの自然界のことですから、継続的にいろいろ全国的に流れていくというのは、これは自然界の流れなのかな、事実、この部分は事実なんですが、免許自体はですね、きちんと有限で組み立てておりますので、それはその都度都度ですね、適切に、事務処理をしていくというのは、これは当然の姿なんだと思いますので、それはまた別の概念で考えなきゃいけないかなと思います。と同時にですね、私どもは、漁業振興を所管する部署でございますので、もちろんそういったの非常に、業務上重要な事項ですので、それはできるだけ、そのようになっていくように、まあ、振興が働いていくようにというふうにはしていきたいというふうに思っています。まあ、そういったことでですね、漁協の方にはですね、まあ、概念的な、まあ、情緒的な言い方、概念的な言い方になるかもしれませんが、それも待ちますということで、お話しもいただきます。すみません、ちょっと確認なんですけれども、今日の文章と、まあ、話し合いで、でもですね、今の時点ではこの配慮については十分な説明はまだ得ていないというご認識ということで。あのそういうことでないんです。まだあの詳細検討をさせていただいてないので、はい、これからあのちょっと詳細を検討してですね、はい、関係するところの意見も頂戴して、早めにあの漁協の方にはですね、ちょっと論点とか問題点などあればですね、もう戻したいということで今日は約束しておりました。じゃあ今の段階でも、小国川の漁協だけその下見送りになるという可能性もまだあるという。それはですね、そうならないように頑張っていきたいということは、はい、この場では申し上げて、戦略官はたびたび意見交換が今できない状態だということを議会答弁でおっしゃっていましたが、先ほどの我々に対するお話ですと、今回のですね、漁協の対応出してきたものが内容は明らかにできないんですけれども、広い意味での攻撃についてのなんかその話し合いという点では前向きなようなニュアンスもおっしゃってましたけれども、実は話し合いとされているような状態に近いようにも見えるんですけれども、そういうふうに捉えてほしいですか。これは今回の今の悩みという、今までですね、どういった話ができなかったかと申しますと、基本的には公式な話し合いがなかなか賛成を得られなくてできなかったので、まあ協議とかですね、そういった話になったんですということで、今まではですね、さまざまやらせていただいたんですが、意見交換とか説明会とか、あるいはですね、非公式な話し合いというのをですね、回数を重ねてきたというようなことになっています。今日は公式ですか。いや、今日も打ち合わせですので、公式です。あとすみません、先
ほど、まあ、今日この文書を預かって、まあ、これから検討するときに、はい、まあ、様々な意見もいただきながらというお話だったと思うんですけども、それは部内だけの検討ではなくて、どこか外部組織かなんかにこう、いえ、どういうアドバイスを、まあ、ちょっと今、修正しなきゃいけない言い回しもあるんですが、部内だけで完結すると思います。部内で、それいただいた文書を検討すると。剣道とかとは話し合わない。剣道からはですね、若干関係するところも踏まえておりますので、それは当然剣道整備部の統計も調整するというになります。日頃からはその漁業権の更新に対して剣道と話し合いをするんですか。河川管理者の意見を求めます。あとですね、森林関係とかですね、そういうセクションにも漁業権に関してはすべて意見を求めてですね、漁場計画を作りますので、それは随時必要な時にはやらせていただきます。その漁場計画の案を作る段階ってもうだいぶ前ですよね、はい、この時は意見を求めるんでしょうけど、はい、ここの認可に諮問をかければどうかっていう段階の時にもまた改めて県道の意見を聞くんですか。それはしない。で今回もそれはしないとか、はい、でも若干関係する部分も含まれている点があるんです。でその点については我々のもしかすると所管外の可能性も高いことがあるものですから、それについては必要な事実の検討していくの影響も頂戴しないかというふうに思います。すいません、先ほどお話の繰り返しというか確認なんですけども、その漁協側から今回の話し合いの打ち合わせの中で、まあ、私どもと話し合いを県側と話し合いをずっとやっていきたいというようなニュアンスのコメントはあったというお話がありましたが、その話し合いをしていきたいという内容はこの免許についてではなくて、先ほどおっしゃっていた公益の部分、その治水対策と漁業振興について県側と話をこれからも続けていきたいというような 中身は入っていたと、はい、私どもは政府に届いてまいりました。やっぱり前向きじゃないですか今の受け止めとしては。前向きというか、さっき言った進んだ部分で必ずしもですね、もう一度きちんと整理して、関係する私どもの国内の方でもきちんと精査しないと責任のある回答できないと思いますので、漁協の方にはですね、責任のある回答をしていきたいというのを約束してきましたので、それはそういう意味で、ただ何回かそれについての質問とかを含めましてですね、意見交換しなきゃいけないかなというふうに思います。すみません、一般論の本日の一般論の話で、16漁協は1月1日から10年間、来年1月1日から10年間という形になって、例えば小宮漁協に限らず、ある1漁協が例えば2月からの免許になったという場合、その10年間というのは他の漁協と1ヶ月ずれる形になる、それとも同じく12月末まで。あとはもう手続き論の話ですから、うん、一応その何月何日からということに定めればいいのではないかなというふうに遡っていってください。その場合はですね、これ漁協そういった手法もあるんだろうというふうに思っています。漁協側への回答はいつまでにしますということはおっしゃっていますか。できるだけ早く回答しますというふうに申し上げます。それは日付としてはおっしゃっていますか。その実質的には今日はってことですか。できるだけ早くということをしか言っていませんので、漁協に回答した以上のことは漁協の場では長くないと思います。すみません、今回 の回答をですね、まあ、部内の中で精査して、もちろん足りない点とか出てきた場合はその先ほどおっしゃったような協議をされていくかと思うんですけれども、はい、改めてですね、その協議を反映させた形の回答っていうのは当然ながら出してもらうんですよね。そうです、そういうふうにお話ししてそれを了解いただいております。改めてちょっと念のため確認なんですけど、すごく基本的なことで恐縮なんですけどね、今回の漁業計画案に示されているですね、このカッコ4とカッコ7の取り扱いなんですけれども、カッコ4じゃない、カッコ5とカッコ7ですね、制限または条件に公益上必要な行為に対しては十分配慮しなければならないという、これも条件としてついてますね。カッコ7のこのその他というのはあくまでこれは現況を説明したものですか、それとも。あくまでも現況を説明したものに過ぎません。
そういうふうに受け取っていただいて、公益、ここでいう公益とはこの下の括弧なのを指しているわけではなく、部長、昨日の部長答弁であったように、あのその治水と漁業所は漁業振興ですね、2つということを指していらっしゃるわけですね。そうです、括弧7も含むという、括弧7も含めるということですよね。ということはこの漁場計画はいわゆるダムを前提としたものという整理なんですか。そういう計画があるということを前提に、ありますと、計画があるということが前提、それは漁協の方も認識していただいています。計画を、このダムを作ることが公益であるということを前提にしたものでは確認しかないわけですね。漁場計画では計画があるということはですね、認識していただいています。それは漁場計画に盛り込まなくても、まあ、自明の理でそういう計画があるということは皆さん認識していると思うんですけども、はい、あえて盛り込んだことの理由っていうのはちょっともう一回教えてもらえますか。ですね、まあ、本来なら盛り込むことによってですね、漁場計画が例えば前の10年とこれからの10年がですね、全て一緒じゃないということをですね、理解していただきやすいようにという思いがございます。でこれは部長が答弁でそういうことやっておりますので、その目的はそういう、前の10年と違って、要はその公益の部分にダム計画の概念が入りますよということを明確に示したい。前からは入ってたなんですけども、前からは入ってました。だけどもきちんと明記することによってですね、そのニュアンスを強めてらっしゃる、ニュアンスを強めたような形で、お願いしたいということをですね、宣言の条件を付けさせていただいたというふうに思います。あ、となんか言葉遊びみたいになるんですけど、そうするとその公益の部分に、さっきの宮根さんの質問ですけど、ダム計画が公益だというふうに捉えられてもしょうがないのかなという感じもするんですが、それは違うんです。それも含みという感じだとですね、としてはダム計画を進めることは公益であるというふうに考えてらっしゃるんですね。それだけではありませんけどね。それだけではない、これは議会でもお答えさせていただきましたが、公益っていうのは、まあ、じゃあ何だというようなことで部長が説明している月だと思うんですが、例えば安全安心を守るための治水対策とかですね、経済活動のための漁業振興というのをですね、両方をやることが公益だということを、利益につながるということで公益ということですので、一つだけじゃなくてパッケージでトータルで進めていくということが公益なんです。で、片一方だけが良くて片一方はダメというのはですね、それはやっぱり利益住民の公益にはつながらないだろうという解釈を私も進めています。すみません、戻ってしまうんですけども、今回、まあ、漁協の姿勢が劇的に、まあ、変わってないということをおっしゃってましたけど、すみません、劇的にというのは、どういう部分が変わってなくてっていうところを、もう少しちょっと具体的に知っていますか。ちょっと言い方、ちょっと適切じゃなかったかもしれませんがですね、基本線としては、今まで漁協さんが主張してきた通りなんですよ。今回、いろいろですね、話し合いをしていくとか、そういったものをですね、加えさせていただいて、私どもがお願いしている配慮というのをですね、漁協としてこういうふうに考えてますということをですね、お示ししていただいたというふうなことになっております。本選挙はだいぶ建設には反対だという。まあ、それは今日は聞いておりませんので、あと漁協側から質問が何個かあったという話だったんですけども、はい、どういう質問があったんでしょうか。ですね、まあ、今今日記者の皆さんから質問されたようなやつがほとんどなんです。手続きをどういうふうに進めるとかですね、広域っていう解釈が、まあ、具体的には山信を見ておりますので、山信の通りでいいのかとかって、そういう質問ですよね。もう一度再確認です。すいません、何度も山田信ですけども、漁協はその話し合いを、その公益についての話し合いをについてするということは今までも伝えていたんでしょうか。
それともそれそうではないんでしょうか。まあ、話し合いの範囲ということでですね、量的なもので、捉えていただければいいんじゃないかなと思います。量的なもの、考えてみるとこういう話し合いだったらするけどこういう話し合いはしない、そういったイメージのものだったと思います。サムアリキの話し合いはしないっていう話はずっとされてたようですけども、そうなんですよ。今回は攻撃に関するやつは話し合いをしていきたいというような意思表示をね、これは口頭では聞いております。文章はですね、なかなか一字一句見るちょっと時間なかったんですから、これからやらなきゃいけないことになります。組合長の口頭からはそういう話をされております。共同通信の人は、その、それは公式の話し合いになるんですか。あ、今日のですか。はい、今日のじゃなくて、これからしていくっていう話、これからしていく話し合いっていうのは公式になるんですか。それはですね、公式か非公式かっていうのはなかなか判断難しいと思いますが、そこもですね、漁協の方には確認していかなきゃいけないかなというふうに思います。確認するというのはどういう意味で、どういうレベルとか、どういう内容の話なんですかということを、一回確認して、話し合いをする。話し合いっつってもいろんな話し合いあるわけですから、どんな話し合いなのかということはあるんだと思います。でもその内容についてはですね、これから漁協の方といろいろ意見交換と私ども質問しなきゃいけない点も含まれておりますので、今日申し上げられるものはですね、これから確認していければなということを、すみません、公益の部分なんですけども、はい、先ほど、県としては、ダム計画も含めて公益に入っているということなんですけども、でも漁協側はやっぱりその公益という条件の公益にはダム建設は入ってないという、認識だと思うんですけど、やっぱり公益という部分でやっぱり食い違いが現地であるっていうことに何ご認識なんですか。いや、違います。その認識は違わないと思います。当然はですね、議会答弁やってるやつでいいですかということで質問で、私はその通りですというふうに申し上げてきましたので、はい、同じ認識に立っていると思います。あ、じゃあ公益というのはダム建設についても配慮を、はい、配慮ということを。すみません、朝日ですけど、先ほどの山新さんとのやり取りの中で、はい、これまで漁協はそのダムを前提とした治水対策には反対だということを明確に言ってますよね。で今回、公益に関する話し合いをしていくというような意思表示が漁業側からあって、でそれに関しては前進のような捉え方をされていると思うんですけども、それはじゃ漁業側がダムを前提とした治水対策であっても話し合いに応じるという意思表示をしているということですか。それはですね、そこまでは確認してきておりませんので、それは今後の話し合いの中でですね、どこまで含まれるかっていうのは確認させていただくことになっていますので、今日はそれが入っている入ってないようにですね、決めてはお答えできないような感じになるかと思います。県の方で一番興味があるというか一番問題にされているのはそこなわけですよ。そこを OK にならない限りは諮問されないという趣旨に受け取っているんですけども、これは違うんですか。いや、私たちはですね、なかなか判断難しいというのは難しいというのはあるんですよ。でも必ずしもそういうふうに二者択一じゃないんだろうという思いで、漁協の方からですね、話を進めていますので、こういう文言が入ってなきゃ必ずダメだとかで推移ってなって、トータルで、漁協としての考え方がこんなんだったらいいんじゃないかとかというのをですね、判断していくことになるのかなと思います。ちょっと抽象的な、そう、すごい抽象的で終わりづらい。現時点で申し上げられるのはこの程度。漁協側がそのあたりではっきり情報したわけではないということなんですか。それは分かりません。確認しておりません。確認をしていない。で、文言上もそれは今のところは言えると例それも聞いてみないと分からない。そうすると攻撃に対しての話し合いで応じていくっていうことも本当になんとか曖昧になってしまうんじゃないですか。ダムを前提としてということでね、現時点では漁協のまず現時点での考え方が今日ご説明いただいて、一部ご説明いただいてですね、
中身はまだうちの方で検討していないのでコメント自体もまだできない段階ですが、いずれにしても事実としては繰り返しになりますが、漁協の方からですね、保育所上の配慮という漁協の考え方が、まず示されて、これから健康化をさせていただく段階になったということは事実として申し上げられた。その漁協が出した文書というのは A4 で1枚とかそういうレベルですか？それってなんかあんまり関係ないような気がするんですけど、分量が多いとか少ないとかってあの関係ないみたいな気がする。あ、それはそう思われるかもしれないんですけど、それは答えられないと思います。答えられない。一応その分厚いこう説明資料なのか、それとも紙数枚なのかっていうことぐらいは。いや、数枚です。 A4 数枚です。1枚ではない。この前 の、 あの委員会の中でですね、安倍さんがですね、あのそのダム問題とはその、まあ、漁業権の問題は別だというような発言されてらっしゃったかと思うんですけれども、はい、それと今日のご説明 の、 その差っていうのは何なんでしょうか？いや、だからあのそれが判断基準には入らないという、そういうことです。あのダム問題っていうね、非常に抽象的なご質問だったので答えにくいんですが、どういうことですか、ダム問題は。その今回の漁業権に関してはそのダムを建設する、ダムの建設を認めるかどうかということではないというようなお話をされてたかと思うんですけど、それはあのずっと変わらないと申し上げておりますので。ただ公益性の中にはそれも含まれるということなんですよね。いや、認めるとか認めないとかっていうレベルっていうか、そういうことじゃないんですよ。広域には、広域上は例えばダム結果があるんだということで漁場結果に入れさせていただいたんですが、それに同意するとか合意するとかですね、それはまた違う話です。でそちらになりますと、私どもが所管しているのではなくて県道整備部が所管している事項なんです。それは所管論ですか、それとも違う話だという意味は、それ所管が違うからもわからないっていう意味ですか、それともその認可に関係ないっていう。あの関係ありません。関係ないって、はい、でそもそもなんですけど、これ改めて整理したいんですね、この問題。あの今までいろんな答弁ではあの今回の僕自分の漁業計画の中にこういうに入っています、それについてのお答えいただいてないんですっていうお話はもう重々で分かりました。県の立場も分かりましたし、軍のことも分かりました。なぜそもそも県は今回この東京っていう文言を入れるに至ったんですか、新たに。それについてはですね、あのその前もご質問ありましたよね。それが引っ越しになったんです、正式にお答えいただきたいなと思います。公益というのはやっぱり非常に地域住民にとっては大事な点なんだと思います。で、まあ、考え方によるとですね、あのどちらも両立するということは非常に大事だということですね。漁業権で所管するものについてもですね、公益を、まあ、両立する、まあ、具体的には漁業権は漁業振興を主に目的としたあのですので、そういったものとですね、治水対策なども含めてですね、全部両立するような形でやっていくべきだというような考え方のもとにですね、漁業法第34条のもとについてですね、そういう考え方を示させていただいたというのが今回の漁場計画の大きな特徴ということだと思います。まあ、法的な精神に沿っていくこともあったりします。それが法にも精神にも付いているということも分かりました。では今回新たに入れたということは、当然今回今ダム、あの最上小国川において県が公益であると考える、最上小国川ダム建設計画をめぐって漁協側が反対しているという現状があります。県が目指す公益が実現されていないような状況になるとも言えると思うんですけれども、そのこの膠着している現状を踏まえた上での今回の政策判断だと。必ずしもそういうことじゃないんです。漁業権の
業務の中でですね、ダム建設の是非運営はですね、私どもというのは想定してない、判断するとしたらですね、また別のところで判断していただくというのは、これが筋だというふうに思っていますので、しかしながら、さまざまな仕事というのがあるんですけども、それは両立するとかですね、歩み寄るとかですね、双方がある意味、ウィンウィンの関係になっていく形というのはですね、大事なんだということの判断をさせてきて、させていただいておりますので、そういった中でですね、漁業権としても広域っていう言葉をですね、もうちょっと前面に出したような漁場計画を5月に作らせていただいたということです。あ、すみません、昨日私がなぜ文言、を入れたっていう対処の答えは、今そのテーブルにしか漁協がつかないので、それのテーブルについてほしい理解を促すためというようなお説明をしました。そうです。具体的にはどういうことだかと言いますとですね、いろいろ、漁協側は公益と公益がぶつかるというようなことで、組合長は何度も話し合いの中ではおっしゃっているんですけども、まさしくそのことなんだと思うんですが、利害が本当に違反するようなものについてはですね、きちんとした話し合いをしていくということがですね、広域、いろんな広域を両立させていくというスタートラインに立つ人だと思うんです。それについてはきちんとした話し合いがベースにならないとですね、やはりダメなんだろうということは言えますので、今私が説明したやつを具体的に申し上げれば、そういうことをご理解していただけると思います。今、ユーフの奥にの漁協が話し合いにすらついてないということを。そうですね。はい、マジです。ということは、そうすると、その漁協を正式な交渉テーブルにつけるために、新たに文言を盛り込んだという理解でいいんですか。いや、そういうことじゃないんです。今、周りが巡るってそういうことになると思います。ぜひ、理解してくださいということで、漁場計画も変わりましたからと、皆さんもそれをぜひ配慮してくださいということでお願いしてますので、あれですよ、県としてこのテーブルにつきなさいなんていう、そういうことではないわけです。そういう、こう活動とかですね、考え方を縛るものではないわけですね。だって今回のそのこういうその膠着状況、先ほど読売さんがおっしゃった膠着状況がなければ、これをあえて盛り込む必要はなかったわけですよね。そもそもこういうものがあるから、そのきっかけにはなったことは間違いないわけですよ。参考にはさせていただきましたが、多分なくても入れてたと思います。それはまたそういうご説明なんです。参考にはさせてもらいました。そういう状況があるっていうことも参考にしながら攻撃を盛り込んだという、なぜならっていうのはですね、あまり今までこういう問題で直面したこともなかったというのも事実あります。ですから私はその34条の選任条件のことをあまり着目してこなかったっていうのも、事実とか事実ですので、それもやっぱりきちっとやらなきゃいけないんじゃないかという思いはありましてですね、今回にさせていただいているということでございますので、必ず そっちがあったからということではない。これまで着目しなかったことも事実なんじゃないですか。それはそうだと思います。それは着目させたのはこの問題なんじゃないですか。それは参考にはさせていただきました。あ、そうだみたいな。ちょっと直してないですけど。ということでは、すいません。テレビ夕山辺りですけども、昨日漁協の方がおっしゃってたんですけども、今回その、いわゆるその、公益の部分の文言というのは、漁業計画の中に入って、5月に入ってたんですよね。はい、で、組合の方がそのことを知ったのが、11月の末だという話なんです。県の方から話を聞いて、はい。で、そこまでの説明は特にはしてないということですか。いや、してます。してるけども、漁協の方が聞いてないということですか。それはですね、ちょっと私から言わせます。なんか言いにくいことなんですが、漁協自体の運営上の問題に対してはですね、やはり私らはなかなかそこまで言われると辛いものがございます。県としては説明は、その部分に関してずっと説明してたってことしてます。漁場管理委員会と一緒になりまして、
公聴会も開いておりますし、当然それには県内全漁協の方たちが参加していただいておりますので、それは知らないということはですね、私だとしてはなかなか認めがたいと思います。完全してなんですけど、それに参加してたっていう記録は残ってる。残ってます。誰が残ってるっていう名前も残ってる。それでちゃんと小栗側の方々も参加、漁協の方も参加してるっていう記録は残ってる。当然です。それいつ頃の話？今年の3月。3月に説明された時っていうのは、新しくこういう文言が加わりまして、新たに皆さんには公益に配慮していただく必要がありましてっていうご説明もされているということですか。当然してます。それもそこを強調してちゃんとされてるわけですか。はい、なんていう説明会なんですか。どうぞ。正式なのはちょっと、漁場計画に、かかる公聴会ということで、内水面漁場管理委員会が あらかじめ、時間と場所と漁場計画案の内容を公示して、県内の、4分期で、被害関係者を集めて、意見を聞くというものでございます。じゃあ漁業側も意見を言うチャンスが逆にあるんですか。漁業も組合長さんが代表して、全ての漁業が意見を述べております。その時にその公益っていうのはどういうものなのかっていう県側の認識を示したの。それはですね、公聴会もさることながら、事前に漁場計画の内容を作るにあたっては、漁協さんの意向も反映しなければなりませんので、事前にすり合わせをして、その公益についての概念も説明しております。それはそのダムの中の一つだっていう説明はあったんですか。その他で、事実を事実として記載していますと。ダム問題も含むって記載してあったというか、計画の通りです。その他で、説明の中で、そういう説明をしたのかどうかっていうのを聞いてるんですけど、説明の中ではそこまでにとどめております。しなかったってこと。その他については書いてあるからしなかったってこと。公益について今説明しなかったってこと。いや、公益については説明しております。で、ダムを含むってことは言わなかった。公益上必要な公益については十分配慮することで、公益とはそれをちゃんと口頭で説明した。そうちょっとね、説明したんですが、それはですね、私どもかなり周知には努めてきたんですけども、漁協側がどのような形で、関係者、組合の方たちに、ね、お伝えしてもらえるかというのはですね、それは漁協側に聞いていただかないとですね、私たちはいろんな考えられる手立てはさせていただいておりますので、その件に関してはですね、漁協に聞いていただく。聞いてなかった漁協が悪いということになってしまうんですけど。そうですね、だからそういうことは別に関係ないんじゃないですか。漁協としてはちゃんと理解してるわけですから。3月で理解していると。そうですよ、理解してるわけですので、全員が私は知らなかったということが、それは今回の件に関しては問題ないのではないかなと思います。すみません、昨日その組合長は11月末に知ったって言いました。それは間違いです。間違い、はい、間違い。漁協の間違い。漁協の間違いだと思います。多分違った意味で言ったんじゃないでしょうか。自分が理解してたのと違ってたかもしれないって、そういった意味合いでおっしゃったんじゃないかと思いますよ。県が言ってることと漁協が考えてることが、もしかすると完全に一致してなかったのかもしれないということでですね、おっしゃってたんじゃないかなと思います。共同さんが聞きたかったのは、県があえて抽象的に説明したんじゃないですかということ。その後ですね、何度も説明してるんですよ。あ、そうなんですね。別に非公式に、はい、そのもっと言うと正式にテーブルについてから最初ところまで、多分漁協の方も言ったんですが、相当な回数非公式に話しておりますので、そんなのなん
その時にその公益にはダム建設の保全権実施なども含むっていうことも説明公式ではされているしてます。してますか。はい、それかあのところでですね、あの内水面許容委員会のですね、あの議事録とか調べたくてもまずホームページに載ってなくて、開催計画そのものも平成24年で止まっていてですね、あの今回いろんな問題が起きてからの議論の内容とかを知る手だけは全くないんですけど、まあ、今回画期的なことをおやりになった割にはですね、ずっとなんかこう隠しているように捉えられかねないんですけど、その辺りの対応を今後見直そうかなと思いますか。あの決してそういうふうにとかですね、聞いたり等は持っておりませんので、まあ、できるだけあの公開できるものは公開していくということで考えております。で特にあの居住管理委員会はですね、これは公開でやるということになっておりますので、それはあの、まあ、全て開示するというようなことになっています。公開でやる場でも椅子は3つぐらいしかないですね、まあ、誰も来たくないからそれしかないですけども、私は、ね、たまに今顔出したのでよくしてますけど、でもその議事録等はこれを公開にされているものですか。対象でしょう、柔軟に供しています、ね、じゃあ 下見える、あ水産課の方で、あで見える、ホームページでは公開はしないけど、ね、してないです。すいません、この問題の決着をいつぐらいっていうふうにこうお考えなんでしょうか。県として、私らとしてはですね、あの今回漁協の基本的な考え方が提示になりましたので、いよいよやっとそうやり取りできるようになったというふうに考えております。現時点ではね、いつまでっていうことになって、できるだけ早くですね、整理できるようにしたいなっていうふうに思います。それは年を越しても仕方がないという、あの期限のことは今考えておりません。ただ年を越しても仕方がない、できるだけ早くやりたいというふうにしか現時点では申し上げないんです。年を越しても仕方がない、それはここでできない期限的なものについて、早くとあと10日ぐらいじゃない。県としては空白はやっぱりもあ空白が生じることは避けたいという意思はあるんですよ。だからこそ協議をしているという。いや当然、大宮漁協を抱える前に大宮は、あの漁業計画の中のボルティアですね、県内を代表する河川というのは間違いありませんので、私どもはあの先ほども申し上げましたように漁業振興を担当する部署でございますので、当然漁協の貢献というのもこれまでにはきちんと評価をさせていただきますから、あのそういうスタンスでずっと接し時間をかけて議論、話し合いをしていきたいっていうお考えなんですか。先ほど申しましたように、やっとあの漁協の考え方が今回初めてお聞きすることができたのでですね、できるだけ早くあの結論が出せるように、議論を漁協のこと話し合いをさせていただきたいと思います。特に時間をかけて議論するっていうよりは手続き上を早くしたいっていうこと。手続きやっぱり中身がもちろん大事だと思うんですが、まあ、だいぶ漁協の方もですね、頑張って協議しましょうということをおっしゃってましたので、私どもとしてはですね、そういった意味が答えていくつもりでございます。すいません、はい、いいですか。公益性大事だとよく分かります。法案にも書いてあります。ただ免許切れるかもしれません、ね、漁協の占有漁業漁場権を失います。そうすると漁民あの組合員の方々の生活権が脅かされる時代ですけれども、それでもなお今回のものはここまでこの時間まであの戦うようなものだというふうに県は各国決めてらっしゃるんですか。強い意欲を持ってらっしゃるんですか。それはですね、あの何度も申し上げてきてですね、今の質問に明確に答えてない部分も出てくると思うんですが、私らの基本的なスタンスとしてはですね、先ほど言いましたように治水体制と漁
漁業振興、内水面の漁業振興を、まあ、両立させるために最低限の努力を取っていくということの姿勢はやっぱりありませんので、ね、まあ、答えにならないかもしれませんね。それは改めて申し上げます。でなんか意地の張り合いしてたらですね、まあ、治水対策も進まないのは漁協のせいかもしれませんけど、漁業振興進まないのはなんかこれ変化を超えてやり方すら示されないというふうに漁協おっしゃってます。どうやって具体策示していいのか、そのやり方を示されていないというふうにおっしゃってます。例えば免許センターに行ってですね、あなた安全に運転されますかと言われて、はいって言ったら、そうやってどうやって安全運転するのか示しなさいとお前さんに言われるようなのというふうにはある人は知人は言ってました。県にあのやや県の姿勢強硬にも取れるし、そういう批判も出ていますけれども、その先ほど申し上げた通り、その漁業振興という、ね、その重要な問題をこれ侵害するんじゃないかという指摘もありますけれども、どうなんでしょうか。そのですから両立できるようにこれからも努力していくということで、その姿勢をですね、漁協もありますということを今日本当に話はお聞きしてみました。すいません、今日 の, その漁協の方が協議をしていきたいというのは、今まで県がその求めていたそのオフィシャルな場に話し合いに参加するという意味なんですか、それとも今までも非公式のところでやり取りしてたものの少し延長にしか過ぎないのか。それはですね、先ほども同じ質問があったと思うんですが、詳細確認しないとは現時点で、はい、私どもだけがそういうふうに感じているのかもしれませんので、それを確認しないとできない内容になります。じゃあその治水対策に向けてではなくて、とにかくまず漁業権の向けて の, そのやり取りの場にしか過ぎないというふうに漁協側が思っている可能性もあるということです。いや、そうじゃないんですよ。認識としてはですね、攻撃っていうのは、皆さん取材なさって分かってると思うんですが、漁協の方はね、治水対策に反対してなくて賛成してるんですよ。ですからそっちの方の攻撃に反対してるわけじゃありませんかとね、私でもそれはちゃんと理解してますので、だからこう なおさら何で問題になるのかなっていうのがよくわかんないんですよ。おっしゃる通り、はい、漁協は漁協振興やってきて、はい、で治水対策自体には賛成をしてるわけですよね、はい、ダムによるかよらないかというだけの話で、だから私どもはこういう条件制限つけてもですね、はい、何も問題ないというふうに理解はしてたんですよ。問題ないと思っていたけども、問題にしてるのは今県のことだと思うんですけど、ね、それは認識が違うと思いますね。いろんな攻撃上の話し合いに今まではどちらかというと応じていただけなかったっていうことです、ね、話し合いのテーブルにつきさえすればいいってことですか。今の漁業のスタンスは全く変えなくても、話し合いの公式のテーブルには座ってその上で反対をすればそれで構わないってことですか。ですから反対とか、ね、賛成とかっていうのは漁業権の問題では全然問題になっておりませんので、そういう質問されるとですね、私どもの判断、いやでもその昨日 の, あの囲みの時に、あの小国川漁協にだけあって他の漁協にないものはダムの反対決議だみたいなのされてますけど、ね、それをもとにですね、話し合いに応じてないというそういうことなんですよ。だから話し合いにだけ応じればいいということですか。分かりやすく言えばそういうことになりますね。す、はい、全てがそれで代表できるとは思いませんけども、まず一番代表例としては、話し合いに応じていただくっていうのを、ね、昨日おっしゃっていた漁協に求めたい具体的な自主的な配慮っていうのはそのテーブルにつくということを明示してくれという理解でよろしいですか。そうですね、説明を聞くこと、話し合いに応じること、測量等をこのことについて妨げないこと、そうなどというようなことですね。
ません、でも今まで非公式でその説明は何度もされてたって言ってましたよね、まあ、公益についての。その説明と今一つ条件に上がった説明を聞くことって何が違うんですか。ですから非公式のやつはいくらでもいいんです。非公式と公式って違うんだそうです。漁協はそれは漁協に聞いていただきたいんですよ。昨日取材された中では要するに農林水産だけのテーブルには来るけれども県道部が来ると来ないっていう話だったんですけど、オフィシャルとオフィシャルじゃないというのは県道部が入ってくるかどうかっていうことになるという認識でよろしいですか。でもですね、いろいろ間違ったというと悪いので、それはどういうものだったんですかということはですね、漁協側の方も取材なさっていただくしかない。私どもの認識としてはですね、十分必要な話し合いにはですね、今まで応じていただいてないというようなことを思っています。必要なというのは職業権を絞っていけるかどうか。そうです、話し合いを応じる、まあ、話を聞くだけではその話、おっしゃっている話し合いに応じるということには満たさないということです。あと何が足りない、話を聞いた上で意見発表だったらいくらでもいいんだそうです。簡単に言えばですね、それ以上のことはいけないということだそうです。あ、漁業がそういうふうに言ってる。こういうのを話し合いっていう私たちはなかなかできない。まあでもそういう話し合いなんかも世の中にいくらでもありますので、必ずしもそれがダメってことではないんだろうというふうに思っておりますが、ぜひですね、その部分を、拡大したような判断を全体としてですね、漁業振興にとっては漁協は非常にこう貢献している部分、漁業漁協ですので、その部分はですね、我々は非常に、感謝申し上げているし、非常に楽しく持っている存在であるのは間違いないと思います。辻さん、その話を進むこと、意見を発表することのそれ以上のことはできないっていうのがですね、それが今日、いやそれ以上のこともこれからしていきますっていうふうに言ってるまではまだ確認できないってことですね。そうですね、はい、そもそもですね、今日は11時から漁協側がですね、県の方に申し入れに来るという話を昨日受けたまっていたんですけれども、その話は昨日の夕方の段階で管理官の方に、あ、戦略官の耳にも入ってらっしゃったんです。向こうからアポイントを取り上げたらしい、記者会見の内容をですね、教えていただいて、私から確認の電話をしていただきました。アポイントメントはまだ入ってなかったんですか。それでですね、いろいろ忙しい時期でもあったもんですから、はい、今朝ですね、漁協の方にちょっとお話し申し上げて、じゃあ私どもでお願いしますかということで、まあ、それだったらそれでもいいんだということで検討になりました。どちらかというと私どもの方から、今日の午前中の早い時間帯の電話がいいということで申し上げました。本来なら私は責任を与えに行っている予定だったんですけど、それによってですね、結果的には本来向こう側はその要回答がですね、案文という形に格下げになっていますけど、これは協議の結果、案文という形に格下げになっています。いや、格下げなんかはしておりません。向こう側を通して回答を出すとするんです、ね、それが回答の案文になったんです、ね、それは言葉のあやじゃないでしょうかね。そこに私はあえて戦略が使い分けられたのかなと思ったんで、違うんです、そういう意味じゃないですね。それはあくまでも言葉のあやでして、やはりね、皆さんに囲まれて回答をするんですというふうに、あれは会見、やっぱり会見でそうなってもしょうがないかもしれないと思いますね。私の方からその審議などを確認させていただいてですね、だったら今までの打ち合わせの席上で漁協の皆さんの考え方をお聞きしますかということでですね、今日急遽ちょっと早めの時間ですが、そちらの漁協さんにお伺いしてですね、お話をお聞きします。会談は和やかなムードで進まれたというふうに感じます。大変和やかなムードで具体的には何時頃で場所はどこだったんですか。9時半ですね、9時半漁協事務所ですね、
9時半頃から何時頃まで15分ぐらい。私もちょっと暗文ってところがちょっと引っかかってて、ごめんなさい、暗文に提案案の意味でおしらいってるんですよ。そうですね、あの提案、かっこ案っていう、そういう意味ですね。回答じゃなくて回答の暗文、回答、かっこ案みたいなことです。ちょっとそこの説明もう一度、いわゆる案がつかないものとどう違うのかっていう。まあ、あの中身としてはですね、うん、あの漁協としては現時点ではこういう考えだったってことなので、うん、案ついててもついてなくても同じなんでしょうけども、うん、当然提出する際にですね、修正すべき点とか、うん、いろんな、まあ、直さなきゃいけないことを内容的に見ていただいて、うん、アドバイスいただきたいということでしたので、うん、じゃあ現時点では案という扱いでいいですよね、組合長ということで言う場合にします。なる、回答案ってことですね。回答案です。じゃあまた今後それのやり、フィードバックして正式回答はまたこれからあるという。そうです。ことです。ちなみに表題はなかったです。ちょっと今日まだ正直ですね。ほとんどカタカタカタとやってきて中身だけ見て表題。これじゃもう一回の委員会の漁場管理委員会の前にもう一度お会いするわけですか。あのそれから全てあのそういうことじゃなくて、手続きが終わったら漁場管理委員会を取るというふうな、そういう流れで正式回答を受けてからと、はい、正式回答でも大体まあいろいろ質問してですね、中身がこんなんでいいんじゃないでしょうかなってなったらですね、もうそれでお世話になります。もう一回お会いするわけですね、委員会の前に。一回と感じが必要な場合は何度もお会いしたいなということですよ。こう県としてアドバイスして、漁協側もじゃあもう少し文言を直してみて、でまたアドバイスしてまた文言を直して、で最終的には漁協側から正式回答としまして渡して、でその後委員会という流れになるわけです。すみません、ちょっとさっきの共同さん の質問に関連してなんですけど、先ほどあの大井さんがですね、その説明についてはその分けて説明しましたというふうにおっしゃってたかと思うんですけれども、その条件には加えますということを盛り込みますよというお話をしたと、その他のところには現状を書きますよということはお話ししてますというふうに話されてたと思うんですけれども、それは広域性の中にその他にある現状 そのダム建設も膨らまれますというようなことは詳細は説明されてるんですか。ちょっと待ってくださいね、当時の担当補佐ですので、担当補佐が来てたんですけど、あの先ほど東課長に聞いていただいた、あの話し合いに応じる説明を聞く測量を妨げなんですけど、あのこれは具体的にこの3点にイエスと言えば OK なんですか。そうです。それにイエスできれば OK。昨日もこの話されてました。すみません、3点、僕0時ですね、じゃなくてこの3点、この3点に限ってで最低どのくらいはという意味合いですね。それはしかも向こうにも言ってある前から。そうです。あ、まだ向こうが言ってる何もどうやっていいかわからないんですっていうのは、あれは言葉のあやです。私は今でも理解できません。でも本当に分からないのかもしれない。これをどう守っていくかっていうところを示して、これについての前もどんな風にちゃんとやっていただけるかというところはお示しいただきたいところと申し上げていただきました。これはやるという、こういうことはやるっていう話はもうして向こうからもしてるけども、どうやるかっていうところを新たに示してほしいっていう話なんですよ。は
イトルが県説明への回答でした。何ですか？県説明への回答。案は書いてます。案はあの時は書いてないんですが、一応これ案でいいよねということで書いていただきます。さっきの3点が文言として盛り込まれれば正式な回答になります。なんでここに測量が入るんですか？これ要は本体工事なんですよ。本体工事じゃないですよね。計画聞くときに大体測量しますよ。あその本体工事という意味ではなくて、本体工事の計画ってことですか？本体工事の計画っていうことじゃなくてですね、この場合は公益上必要な、少なくとも計画を作るときのような測量までもですね、拒むとか、あとは影響調査とかってしなきゃいけないじゃないですかね、魚とか、ね、ああいうのも拒まないとか、今まで拒まれてきた。今までとかっていうことじゃなくて、これからで私とも考えます。ほうほう。今までは関係ない。今までは関係なくて、これから10年の話っていうことですね。今までのやつは全然関係ない。もうアセスやってますか？漁場計画の内容を説明されたということは分かったんですけれども、はい、その中でですね、その条件にされている公益に十分配慮するという、その公益の内容がその他に記されているそのダムの建設についても入りますよというようなことは説明具体的にされてたんですか？そうですね、そういうことですね。その他で具体的にいわゆる公益事業としてこの漁場計画の範囲の中で考えられている事業がございます、事実を事実として記載しておりますという説明をしています。なのでそれが条件のその公益性の中に含まれますよというようなお話はちゃんと説明されていらっしゃるんですかということをお伺いしているんですけど、まあ、それはそうです。その条件の公益性の中にはこの下に書かれているその他の部分も含みますよというふうに話した、きっちり話をされているという理解でいいですか？そうですね、はい。それについて自分から反発などなかったんですか？ダム建設が の公益の範囲に入るっていう、うん、それについては漁協からは異存ないという異存ない、はい、漁協の組合長が公聴会の際に、この漁協計画で異存されませんという発言をされたのです。重大漁協の公聴会で4カ所でやってれば、まあ、あそこ最上の何地域かの漁協の人たちみんなが異存ない。そうです、公聴会では、はい、公聴会ではこの内容でお願いしますということで漁協計画を受けてます。公聴会の実力ってあるんでしょう？公聴会の公議記録もございます。ある、はい、それは出せますか？それもこの独学なぜかというと、戦略官おっしゃっているのを含めてという微妙な言葉のあやのニュアンスが含まれている言葉なので、それを我々が受け取りと戦略官おっしゃった内容に微妙に異なっている可能性があるので、前提が違っているものを補佐がいや、そうやって説明していますとおっしゃられても、ちょっと現物見ないことにはこれお互い不利益に生じる可能性がございますよね。見てみます。公益という問題について戦略官は非常に言葉を選ばれて、そのダムとの計画との関係性についてお話しされていますね。
でそれをあの今 の, あの NHK さんの質問だとかなり具体的にそのダムも含まれているということを説明しているんですかという形で圧縮した形で質問されてますね。それについても補佐は今その通りですとおっしゃいましたけれども、そうなると私のイメージでは戦略官が言葉を選ばれた微妙な表現とより直接的に説明したというふうに捉えかねないんです。まあ、それはね、短縮して言ったんで、あれですよね、理解としては下のその他に漁業権に対象する、まあ、漁業対象地域の事業計画があるやつは明記させていただいたんですが、それは事実ありますということを認識していただければという意味合いで説明しているんです。細かい意味付けまでしてないしてません。してないというかさ、前々からお話申し上げているので、そういう例えば漁業権でですね、簡単に言えばです。ダムで皆さんお聞きしたいんでしょうから、お話申し上げますと、ダムに同意するとか、同意しないとかっていうのはですね、そこで規定したものじゃないというふうに、計画があるかないかということだけを認識するかしないかだけの違いですので、そういう説明はしてます。公聴会でもしてます。公聴会ではそこまではしてない。してます、その。公聴会でもしてます。で、その後ですね、各漁協への説明を歩いたときにも、公益上の配慮ってどういうことですかということはですね、ただいま申し上げたような説明を各漁協にさせていただいています。ということは、まあ、計画、工場会あって、計画の工事があって、で申請に至るわけですけれども、その申請に至るまでの間には、漁協側はその公益について、この計画が含まれていると認識した上で、当然認識した上で申請していると。それは認めてますよ、漁協に。それは認めてる。はい、あるっていうのは事実としては理解してますというふうにおっしゃってます。あるっていうふうにその理解するっていうのは当然ながらもう前々から漁協さんではしてらっしゃると思うんですよ。当然計画が進んでるということ、それを認識しているという意味で漁協さんがおっしゃったんではないんですか。そうですよ。そうですよね、はい、なので今回のようにですね、その公益性の中にまあ、その他のところが、まあ、含まれてくるっていうことまで想定できるような説明の仕方ではなかったんじゃないですか。いや、説明してます。そういうふうに主幹は話をしてますし、なぜ申し上げるかというとですね、その後何度も漁協の飛行士の話し合いの中でですね、申し上げてるんですよ。その部分については、その部分の理解は差はほとんどないんじゃないかなというふうに思います。ほとんど理解していただいているという話は感じています。そうすると、このダム建設に配慮をしなければいけないというのも認識した上で、依存ないというふうに言っているということを。いや、でも、あれですよね。だから、そういう質問されると、非常にね、またダム建設に同意するしないとかって、そういう、ぜひ、まあ、同意するという意味じゃないんですよ。文書としてでも配慮するっていう風になってます。配慮するっていう言葉はですね、さっき言ったように、話を聞く、話し合いに応じる、測量等のそういった意味に対しては、尊重してくださいという意味ですね。で、そういう意味合いだからということなんですね。それは説明しています。公益上必要な項について十分配慮するとっていうのは、説明を聞くと話し合いに応じることです、あるいはその測量とか調査を妨げないことですという話は申し訳しております。3月の、はい、測量調査をもう少し具体的にもう一度、どういった調査でどういった測量があるか。あ、それは具体的にはよく一般的な話です。なんか公共事業をしようと思えば測量なり漁業の調査なりが発生してきますので、そういうものまでも邪魔したり、今年何を対象に調査したのか、何の長さを測るのか、そんな具体的なことまでイメージしておりませんでした。
そうです、はい、まあ、ただ一般論として公共事業とかに関わるためのってことですよね。そうですね。そのダムのためのってわけじゃないってことですよね。いや、そうです。ここで測量ってそもそもその漁業権が絡んできて同意がないとできないものですか？測量これはできる。ちょっと邪魔をされるんではないかということを懸念されて、あの座り込みだとかですね、簡単に見えて。あですね、あと、魚類調査というのはどうしても最後ともなったりするわけですよね、最後。はい。魚類調査の場合だと、実際、灰だったら灰を取ってみようとなかったりするわけですよね。すごく余分なの、検査先生みたいな。すいません。確認したいんですけど、その公聴会の時に早速話を聞く、説明を聞くっていう話の応じるっていうような条件があったんですが、その条件を満たさなければ今みたいにですね、指紋の、まあ、見送りというかそれの可能性もあり得ますというところまで説明されてたんですか？いや、それはほとんど全員というか全員なんて依存はありませんというところだったので、公聴会はほとんど質問とか意見に応じてですね、お答えするっていうのがそういう性格なんですから、そこまでにはなかったっていう話は私はお聞きしています。なので、じゃあそういうことを説明、まあ、とにかくしなかった、まあ、する必要がなかったっていうことでしてないってことです。あとでご紹介の議事録、あの多分皆さん欲しいでしょうから、あの、はい、じゃあ発案提出とだけで、はい、よろしいですか？そのお鏡に、はいはい、何か微妙な案件ですので、ね、なるべく思い違いのないようにしたら、もし簡単なんですよ、依存ありませんって言ってる答えがあります。質問いつも言っておいた形ではない、はい、でも全部依存ないな。説明のところ、多分説明文をみたいに県の人がどういうふうに言ってっていう資料を出して、そう、どういう県が説明したのってないかもしれない。漁場計画をお示しして、はい、あの事前にお話ししておりましたんで、その前にある意味漁協の方には事前にも説明あるって中で、公聴会を形式的じゃないことにはちゃんと決して踏ませていただくというようなやり方だと思います。決して漁協計画交渉者の県があの勝手に立てるものじゃなくて、あの漁協さんと、あの今後10年間こういうふうにしていきましょうねと、こういう漁師はしますとか、こういう漁師を入れますとか、あいろいろ、まあ、あの相談しながら漁協の意向を十分に考えて立てるもんですから、あの基本的にはその漁協さんからあの耳が出ようはないんですよね。3月の公聴会より前にもう各部門以下もほぼ一番ありません。あの1年間ぐらいかけて、あの中身についてあの漁協さんと打ち合わせしてるわけです。先ほど説明でその後にその非公式の場で何回も説明していったっていう言い方されてたかと思うんですけど、3月のより前に説明していたっていうこと。そうですね。その後もあのいろいろ話をたくさん持ってますので、当然話題としてはあるんですよ、はい、で3月の公聴会の場 で当然私は依存ないというふうに言ってますし、組合長も言ってますし、依存ないっていうのは一人一人が述べたっていう形で、ちょっとパスなんかこう紙に書かせた一人一人ですよね。依存ない依存ないはその公職者として、あの組合長さんが、まあ、あのその公職会に出てまいりますので、組合長はそれぞれの組合長がサインしたわけじゃないんですよ。発言して、います。署名したとかそういうものではないですか？署名というものではないです。あの漁場計画自体はどこの漁協が受けるかなんてのはまだ決まってなくて、例えば最上川をこう、まあ、こういう漁場利用していきましょうという計画を立てるわけです、はい、それについて17漁協全員が署名でサインした記録はないんですか？うん、そういう仕組みにはなっています。口頭で、あ、分かりません、分かりませんって言ったらもうそれで OK だと見たってことです。そうです。3月に、あ、すみません、依存ないって言ったのはその後も非公式に何回もそれについての話題をなんか話をするっていうのがちょっと不思議な感じがするんですけど、そういう、はい、そうですね、はい、なんでそういう話をする必要があったんですか？
場合もよくそこは理解できないんですが、やはりこういろいろ話題って広がっていくわけじゃないですか、ずっと、ね、もしかすると認識としては漁協は条件制限ついたけど前の漁場計画と全く同じだというふうに理解してたのかもしれないなという思いは今それはありますよ。前の漁場計画じゃなくて現行の漁場計画と1月1日からの漁場計画が全く同じものだというふうな理解に立ってたのかもしれませんね。それで異常ありませんって答えた人もいるってこと。可能性としては、私は心の中に入り込めないので、分かりませんが、そんなルールじゃないと、つじつまが合わないかもしれないというふうに思います。その辺も含めて、もし公開していただけるものがあれば、あとこちらで見て、それはね、公開するものはありません、その部分は。ないんですか。どういうふうに感じてたかも。あ、いやいや、そうなんですね。そう、否定の今の話です。内容的な話です。あとはもうこちらで見て判断させていただきますので、多分ここでやっててもしょうがない部分があると思いますんで。それがただ一応念のため確認したくて確認させてください。さっき申し上げおっしゃってたこの3条件はこれはかなりもソリッドになってますけれども、この場でもしもっと後から出てきた話ですよね。3条件ですか。ええ、どういう漁場計画の説明を聞いたら申し上げます。扱ってるんですか。はい、小波に限ら、小国側に限らず全県共有に全県して、まあ、そうなんですか。公聴会の時からそうです。事前の説明の時からですね。ああ、事前です、何これって話になった時に、なんかこういうこういうことです、こうやっていただければって、別に交渉の過程でソリッドにしてったわけじゃないんですよ。他にご質問ある方。そうですね、10年前の漁業計画とこれからの漁業計画で違うと組合が思ったというのは、それが具体的な同じだと思ってたんじゃないかなと。でも今は違ってることですか。だからそういうご発言なさるのかもしれないし、心の中は分かりません、はい、推測するとって話です。その説明してなかったんでしょう。だからあなたは黙ってたよ、社会的に。そう違うんですよ。具体的にはこんな風に10年前と漁業計画として制限条件を付けさせていただきました。免許更新とか免許の付与にあたってこういう条件がつきますということは説明しています。いや違うよ、それは違う。それを分かってなかったかもしれない。こういう事態に陥ることを説明しない。では、取材の方のお伝えはこれにて終了させていただきます。開示する資料につきましては、後ほどご連絡の上、資料の方を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、このアンチセンター、安倍さんには答えていただけるんですか。あ、っていう、なんか対応になったと思って、ちょっと確認してみます。